相談に乗っていただけませんか。こういうバイトってどう思われます。時給11万2000円。この実験は心理学的データをまとめるために7日にわたって行われます。実験終了まで皆さんの様子は24時間施設のあらゆる場所でカメラによりモニターさせていただきます。ようこそ暗記館へ。ここはリトルワールド、世界のミニチュアです。事件が起きたら解決してください。解決をする人のことを探偵と呼びます。解決が正しいかどうかは多数決で決めてね。では素敵な時間を。毒殺のアイテムだよ。殺しに使うアイテムだ。なら連続殺人犯に似てる。拳銃はどこに行ったの。犯人はお前だ。俺は西野なんか殺してないよ。君はこれで大阪をやったのか。犯人は一人じゃない。実は拳銃持ってるの俺なんです。誰かに入れ替えられたんです。信じてくれますか。ねえね、君のこと信じていいかな。おめでとう大阪さん、男性ボーナス獲得。人殺しを放置するのか。放置はないよ。してみが乱暴だって言ってんだよ。殺してやつも殺してやるの。人を殺しても金が欲しいってやつには最高だな。ここは絶対に生き残る。あなたは優しい人。最高だよ。ここはミステリーは虚構だから楽しいんです。この推理ゲームを拒否するべきだった。もっと信じるべきだった。実験中止だ。こっから大丈夫よ。インしてみる7日間のデスゲーム。